こんにちは、デリッシュキッチンです。大きなチョコチップクッキーを作ります。ビニール袋にホットケーキミックス 200g、 無塩バター 60g、 牛乳大さじ2を入れ、ビニール袋を閉じて均一になるように揉みます。チョコレート1枚を割り入れ、くるみ 20g を加えてひとまとめにしましょう。スキレットに生地を乗せ、均一の厚さになるように広げます。170度に予熱したオーブンで20分焼きましょう。器に盛り、バニラアイスクリーム適量を乗せ、チョコレートソース適量をかけます。シナモンパウダー適量を振り、お好みでミントを乗せたら完成です。ぜひお試しください。